今日今やってほしいところありますか。今日、はい、肩はやってほしいかもしれない。肩やってほしい。あ、分かりました。すごく気持ちいいですね。本当ですね。はい、ねえ、すごい凝ってる。どっちかっていうと左より右の方が辛いですかね。右の方がそうでもないです。なんかこう分かりやすくこう凝りが目立るっていうか、あ、こう凝ってるなっていうのこういうところを右の方が分かりやすいというか。マッサージされてて、うん、あ、効いてるなって感じるのは右です、うん、ですね、はい、まあ、もしかしたらちょっと左が見つけづらくなってるのかもしれないですけどね。あの、同じように普段こう両肩重く感じるのであれば、うんうん、右の方がまあ分かりやすいコリで、うん、左の方がちょっと取りづらいコリになっちゃってるのかも。こうした感じ、左の方がそんなにね、あの、うん、右ほどは振りが、うん、見つかりづらいですね、うん、まあ、上の方になるとね、あ、ここだなとかってあるんですけど、はい、背中側、肩甲骨寄りのところで言うと、右の方がすぐにこう、あ、ここだなっていう感じがありますよね。やっぱり荷物とかも右で持つことがあるんですよね、はいはい、あ、なるほど。その影響があるんですかね。そうですね、あると思います。アルバイトで掃除とか、うんうん、ほうきとかも全部右でやったりとか、あ、全体的に右手を使うことが多いんですよ、うん、なるほど。そうですね。そうすると、あの、やっぱり筋肉のつけ方もね、うん、違ってくるので、うん、そうですね。多分右の方が筋肉の厚みがあって、分かりやすいというか、出やすいのかもしれないですね。若干こっち向けます。正面寄りにしていただいてお願いします。そこやっぱ、うん、一番、うん、効いてますね。はい、あ、ありますもんね。ありますよね。うん、大丈夫ですか。痛気持ちいい感じです。はい。あ、うん、すごい。できますよね。あ、すごい。うん、すごいすごいすごい。聞く感じは大丈夫ですか。苦手じゃないですか。大丈夫です。コリンコリンがありますね。ありますね。さっきちょっとほぐれてきた。
すごいですね。かなりすごいすごいすごい、がっつり凝ってますね。これ気になりますよね。気になりますね。ね、凝ってますもんね。そっか、じゃあ手どころじゃないってことですよね。片首の方が辛いから。同じところですか。うん。あ、うん、そうですね。あ、左も分かりやすくなってきましたね。あ、本当だ。うん、ちょっと違いますね、はい、さっきと。さっきね、ちょっとこう、もっと柔らかかったんですよね。そうですね。ちょっとね、凝りが表面化してきたんだと思います。はい、すごい。はい。今だとこう右と同じ感じで、うん、ゴリゴリしてます。そうですね。あ、ちょっと隠れてましたね、左の凝りは。出てきましたね。出てきましたね。あれなんですよ。あ、すごい。すごいすごい。そういうことあるんですよ。隠れてたんですね。隠れるんです。ちょっと質が悪くなってくると、はい、分かりづらくなって、そうなんですね、だから表面って柔らかいから、はい、凝ってないんじゃないなんて言われたりするんですけど、実は違うんですね、普通に凝ってるのよりも立ちが悪いっていうか、さらに進んだ状態だったりするんですよ。それはびっくり。うん、今左右対称ですもん。そうですね。さっきはね、全然右と左でね、右の方がしっかり聞けて、うん、そうそうそう。ないのかなと思ったらありましたね。そうなんです。だからちょっとね、やっぱりこう時間が経つとより、うん、なんですかね、見つけづらくなってしまったり、うん、ただ隠れていっちゃうんですね。そういうこともあるんです。はい。奥に入っちゃったりして表面上は問題なさそうに見えたりするんですよね。おお、うん、大丈夫ですか。ちょっと痛いですか。ちょっと痛い。ちょっと痛いですね。これ結構痛いぐらいになっちゃいますよね。こんな感じどうでしょうか。はい、待って。はい、あ、すごい気持ちいいですね。あ、本気ですね。本当のリアクションいいです、いいです、ありがたいです。すごい素直に、すごい素直な反応いいです、はい、ありがとうございます。やっぱね、はい、さっきとちょっと変わってきましたよね、はい、うん、さっきよりも痛くなくなりました。ね、そうですよね。やるとね、結構肩こりほぐれるんですよ。うん、すごい、すごく気持ちいい。はい。それで並んでしまいましょうか。はい。こっちも結構ほぐれてきましたね、さっきよりもね。うん、これ分かりやすいですね。分かりやすいですね。いい振りですね。毎回もね、もらうたびに感覚が変わるので、あ、聞いてるんだなって、すごい、そうですね。やっぱりその辺納得しながらの方がね、はい、何が起こってるっていうか、はい、変化が分かる方がいいですよね。すごく安心しますし、はい、楽しいです。ですよ、確かに。いいものに変わってくると嬉しいですもんね。うん、結構なかなか自分の体をね、うん、ゆっくり顧みる時ってないですもんね。ないですね。もう
疲れたってなった時にはどこがどう疲れてるとも言えないぐらい全部疲れてるみたいになっちゃうし、とりあえず寝るみたいな。そうですよね。なかなかね、そのもうゆっくりね気にしてられないですよね。疲れすぎちゃうとね、なんか変な、寝ててもなんかよく眠れなかったりなりますよね。変な悪い夢見ちゃったりとか、はい、すごい怖い夢見ちゃったり。そうそうそう、なんか緊張してるとね、ダメですよね。やっぱ根本を改善することが一番大事ですよね。そうですよね。やっぱその環境だったりね、あの気持ち的な部分ですよね、はい、やっぱり問題になっている部分を改善した方がいいですね。ただやっぱそこは簡単にできないから簡単にできればいいんですけど、できなくてなってることも多いので、そういう時はやっぱり素直にね、とりあえず揉むっていうのもすごくいいことなんですよね、実は。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。 See you.